しっとりとした甘みが特徴のカンタ君。県産のさつまいも紅はるかを40日以上貯蔵することで自然な甘みを引き出しています。今日の出荷開始に合わせて大分市内のローソンでは焼き芋解禁式が行われ、九州のローソン184店舗でカンタ君の焼き芋の販売が始まりました。近くにある保育園の子どもたちが招待され、熱々のカンタ君を美味しそうに頬張っていました。県産ブランドカンタ君の出荷量は年々増えていて、今シーズンは関西や福岡県などにおよそ3600トンが出荷される見込みです。